はい、177の打ち上げが1、178グリーンがなんかいかにも左に傾斜してますって感じだけど、だこれ難しいよね、左傾斜して右打たなきゃいけないんだもんね。これね、手前だったら全部こう戻されて、分かりました。キャリーで175ぐらい打つってこと、打ってほしいんですけど、なんか意外とこれ前に転がるからどうなの。難しいじゃん、手前だと戻ってきたのこれ。あ、でも私ここが、ここだったら全然手前でいい。こういう時にじゃあ例えば、まあ、ここが多分男子と女子と違いなんだけど、これ男子とかはこれ絶対に左からこう傾斜にぶつけてくるのね。私もその考えです。あ、男子、はい、スライス目でキャリー出したスライス目で、はいはい、傾斜にぶつけて球止めに行くわけ。なんでか、これドロー目だとなんかピンに行くイメージが全くないから。私もそれ思いました。じゃあそれでいきましょう。まあ、男子とか、まあ、まあ普通はそれだけどね、マネジメント的にはね。風はどっち？風はもうほとんどもない。ない、はい。上げてたらあるとしたら左から。クラブ変えなきゃいけない。今、うん、そう、左から。フォローだったらいいけど、上げだったらクラブ変えなきゃいけない。上げではないんじゃないですか。上げではない。スタートホールと同じ方向でしょこれ。はい、そうです。だったらフォローじゃない。じゃあつけよう。左からフェード目。フェード目、私もまだフェードを持ってない。どういうことよそれ。イメージはフェード。うん、でもこれはでも確かに右からドローで打つようなピンポジションとグリーンの形状じゃないよね。まっすぐ行っちゃいました。こう言ってますよ、うん、え、言ってる。だからやっぱりこう正直言うとこうリリースしてないんだよね。こっちにですか。そう、ちゃんとパンってリリースしてない。あ、全部こう合わせに行こうとするから、だからちょっとためがほどけんだよね。それがない、それがない。もう一回打っていっていいよ。さあ、いやいや左からフェード目です。178ヤード。うまい。いや、うまい、うまい。いや、もうちょいとかじゃないよ。ナイスオン。止まれよ、止まれよ。あれ、本当に傾斜して、うわわわ、本当だ。何あれ。芝さんとほとんど同じとこ行っちゃいました。だね。はい、ちょっと使った。あ、でもまあ、球質的にはなんかピンに向かっていったから、左から。綺麗なフェードだ。だよね。そう、ボールに向かっていくとコックほどけるから、はい、もう右下にスパーンってこうリリースするの。こうだよ、本当にもうタオル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 。はい、行こう。そう、オッケー。タオルタオル。はい。ナイスドロー。ドローっていうかまあストレートだけど、やっぱりこう。俺が全然足りない。本当にそれは。こうやって見てて。ちょっと見て、貸して。こうやってこう、はい、こうってこうクラブムチのようにこう振りたいんだけど、フェードとかになるとなおさら大きさとこんな感じになるから、もっとこう流れでもうほんとこういう感じでちょっと一回ずっと素振りしとき。はい、わかりました。クラブが使えてないんだよ、シャフトが使えてないんだよ。うわ、こんなになってるもんね。それは難しいよね。サニー。何サニーって、なんでサニーなの。春江の春、晴れる、英語でサニーそういうこと。なだけ、なだけ。何それ、自分で入れてもらってんの。あ、頼めば入れてもらいます。でももうこれじゃなくて次春江にしたんで。うまいね、アプローチ。ナイス。ありがとうございます。ナイス。オッケーです。はい。オッケー。本当にアプローチうまい。入れ。うー、惜しい。え、今のはどっち？ちょっとインサイド気味？うん、
通普通です。うん、さっきよりはもしかしたらいい感じで。そう、でも今ぐらいでいいんじゃない。さっきのちょっと外に上がりすぎな気がしたから。ナイスパー、ありがとうございます。まあどうなんでしょうか、栗ちゃん。え、これをちょっとさ、今度やってよ、栗ちゃん。ここが差がありすぎるよ。ここですか。この差が。ここか。栗ちゃん、ここからだって5回かかるもん。え、ここ何ヤードぐらいですか。15ヤードぐらい。だってショットはこれまで栗ちゃん、栗ちゃん。こっから5回かかるじゃん。ああ。この方は3回で終わるじゃん。あ、2回で終わるじゃん。まあ激スピンで。激スピンとかいらねえから。あの子たち2人とも2回で終わるけど、栗ちゃんここから5回かかるんだよ。わかる。この差だよ。15ヤードのパー5になっちゃうから。いや、これ乗っかんないですよ。すごい傾斜じゃないですかこれ。これも下りの結構速いスライス。ナイスねえさ、あのでもさ、今のさ、嫌じゃないの。嫌ですよ。あ、1、8です。うん、なんか俺なんかもうってなっちゃいそうな下りの距離。さあ、ここはですね、まあ、ティーグラウンドでやっぱりこうレーダーを使ってまず測る場所はまずフェアウェイバンカー、それから途中で立ってるこう立ち木とかをね、しっかりこう測っといて、例えば左のこう立ち木まで190ですから、例えばドライバーが180の女性とかプレイヤーは当然左に打つとあの木越えないわけだから、セカンドで木が邪魔になるってことが当然わかるんで、かなり右を狙わなければいけないですね。だからところが右を狙った時にあのバンカーがありますよね。で、右のバンカーまで、230ヤードです。だからここに立つとどう、栗ちゃん、これ左と右とどっちが手前でどっちが奥かってちょっとわかりづらいよね。わかんないでしょ。だからこういう遠近感に騙されてしまって、意外と右のバンカーが嫌がって左に引っ掛けちゃうような、多分視覚的に多分これ作ってるんですよ。でも意外と右のバンカーも230もあるから、意外と右は広い。むしろ左のあの木の方が今測ると190しかないから、逆に左の方に打つと逆にちょっと怪しいですよね。ただ右側のあのバンカーに届かないクラブを持つのがまあ普通セオリー。ドライバーが例えば260とか飛ぶ人は関係ないけど、あのバンカーを越えるのに240必要だから、はい、じゃあ行きましょう。でもそういった意味ではあの木狭くない、ここ。これなんでかというと、あの出てる枝があるじゃん、あれが190ってことは、多分この子たちに振りだとピンの黄色旗の左打つとあの枝に多分当たるんだよ。そう考えたらやっぱり230のプレイヤーはこのティーショットは難しいってことだよね。ナイス。おー、パーフェクト。さあ、球の曲がらないセガモンはこのホールどうっていうのがすごい興味津々ですね。今セガ、千葉ちゃんはね、こう木の右からこうやって回してきたけど、一番ダメなのは左の木の後ろですか。そう、それは一番ダメだね。かといって右のバンカーもよろしくないよね。バンカーに行かないようにバンカーの端を向いてドローで行けたら一番いい。そうね、そうね。さっきからちょっと左の下に当たってるから、はい、もう言った通りの球。曲がらない。ドローはしてるよ。うん、2ヤードぐらい。128。128です。グリーンは多分左傾斜。風はちょっと追ってます。グリーンが意外と転がらないんですね。そうだね。ここはちょっとなんかこう球上がんなそうだから、8で捕まんないように打つのね。捕まんないように打つってのはよくわかんないんだよね俺には。
うん、今のは自分の中ではどうなの、まあまあ、珍しくちょっとピンがなかったけど、自分的には悪くはないんですけど、はい、やっぱちょっと捕まえ、要するに左をちょっと警戒したってこと、はい、ちょっともう一回構えて、で逆にさ、あんまりさ、どっちか警戒しないで、もう気持ちピンまっすぐ打とうと思って打ってごらん、うん、左嫌だとか右嫌だとか考えないでピンまっすぐ打ってごらん、何も考えないで、うん、俺はね、瀬川はね、そうやってゴルフやってた方がいいと思うよ。なんか曲がんないのに変に保険かけるのは我々がやることだから、曲がる人がやることだと思いません？91、はい、ありがとうございます。91のちょいフォロー、うん、でこれをさ、さっきさ、58でやったやつあるじゃん、あれをポーンってあそこにライン出せばいいんじゃないの、そう、そう、別にこんなのショットする距離じゃないんだからさ、91ヤードのアプローチすればいいんじゃない、ちょっとボール右目に置いてる、ほと少し立てといて振らないでポーンってアプローチすればいいんじゃない、うん、ちょっとダフったけどな、今の自分で言ってますね、うん、ちょっと言ってるね、うん、まあそうやって打てばいいんじゃないの、こんなくらいの距離は、うん、え、私でも91だと普通にフルショットなんですよ、52で、ああ、うん、でそうか、フォロー、まあ80だけど、80だったらちょっと振りたいぐらい、うん、でも90ヤードをさ、ツアーに出てる選手がさ、こうやってフルショットってほぼ見ないよ、そう思いません小林さん、ほぼパンってなんかこう90打ってる感じしません、だフルスイングがフィニッシュまでだと思っちゃダメだよ、そんなめっちゃフルじゃないけど、うん、ちょっとしっかり打たないと届かないぐらいで、だその時にだからそのしっかり打つんじゃなくて、ちょっとロフト立てて50度にして打てばいいじゃん、うん、と思っちゃうわけ、さあ上り、かなり上りです、え、あんなに切れんの、あーでもまあナイスタッチ、もうじゃあ先、はい、ナイス、クリちゃんこれよ、クリちゃんに欲しいのはなんか当たり前に入るじゃん、はい、どうなってんの、うん、ナイスパー、わざわざ難しくパー取って見せてるらしいよ、でもやっぱり今の柴ちゃんのとこからフックラインってことは、やっぱりこのコースは奥に向かって下りがやっぱ多いってことだから、意外とそんな簡単じゃないよね、普通左手前に乗ったらスライスラインだから、だから多分セガも普段の感覚で右手前に乗ってるから上りのフックと思ってもあれ多分下りが入っちゃってるから、あんだけオーバーしちゃってるんだよね。